今回は、青い屋根の家、お墓の隣の家、見えるおばさん、厄写しの岩、という話を紹介します。ではどうぞ。私の住む北海道愛知には、とても有名な心霊スポットがあります。一見、普通の一軒家なのですが、雪の季節以外はほぼ毎日、誰かが肝試しに来るほど有名なところです。その家の特徴は、青い屋根、で、心霊スポットとして呼ばれる名前も、青い屋根の家、です。この家は特に変わった特徴はないのですが、ただ霊園の向かいに立っています。そんな青い屋根の家の言われなのですが、昔に新築で家を建てたばかりの頃に、妻の不倫が発覚して、旦那さんが自殺したと言われています。その後も、何度も売りに出るのですが、格安ということもあり、すぐに買い手が決まりますが、また売りに出されるの繰り返しで、いつからか玄関や窓にベニヤ板を張って、完璧な廃墟になってしまいました。私たちは地元民だったので、青い屋根の家の噂は知っていましたが、逆に怖さも知っていたので、肝試しには行きませんでした。しかし大学生になった頃、地方から来た大学の友達 B が、この青い屋根の家の噂を知り、行ってみたい。としきりに言うようになりました。なので私と地元の連れ A の二人で、B に青い屋根の家の怖さを教えることにしました。私と A は、青い屋根の家は最低でも4家族が入居したけど、4家族とも誰かが自殺か変死をしているんだ。そして、その霊を供養するために、除霊専門の〇〇寺の住職が、数日寝泊まりしたんだ。だが結局は住職が正気を失ってしまい、逃げ出す騒ぎになったんだ。と B に話すと逆効果だったようで、B は、YouTube にもってこいな、シチュエーションじゃん。とノリノリになってしまいました。しかし私と A が何度も阻止したこともあり、その年は青い屋根の家には、行くことはありませんでした。ですが、翌年のお盆の時期に、例年通り青い屋根の家の噂が出てくると、B はまた行きたがり今回は、一人でも撮影しに行く、と言い出す始末でした。そんな危険なことをさせられないと、仕方なく私と A は同行することにしました。当日、夜の0時に突入することにしました。B には、行くな、行くな、と止めてはいましたが、実際のところは、私たちも入ったことはなかったので、少しはワクワクしていました。青い屋根の家の前には、すでに B はカメラ片手に待っていました。私は B に、本当に心霊動画になったらどうすんの?と聞くと B は、心霊 YouTube になるでしょう。とまだおとぼけ状態でした。いざ青い屋根の家の中に入ると、廃墟特有の埃っぽさと異様な湿気が気持ち悪く、怖さを倍増させました。B は一人でいろいろな実況をしながら、カメラを回していましたが、私と A は淡々と部屋の内部を見て回っていると、突然 A が、ああ?という声を発し視界から消えました。私が慌てて A の元に駆け寄ると、A は腐っていた床を踏み抜いてしまい、身動きが取れない状態になっていました。A は罰が悪そうに、すまん、手伝ってくれ。というのですが、A はよく言えば巨漢。悪く言えばデブなので、私一人では持ち上げられず B を呼びました。私が大声で B を呼んだせいか、B は慌てて走ってきました。そしてことの次第を伝え、A を二人かかりで引き抜きました。すると A は落ちた衝撃で釘を踏んでいて、足は血だらけでした。なので、肝試しどころではなくなってしまい、A を二人がかりで担いで外に出て、救急車を呼び病院に向かいました。幸い、A の怪我は大したことはなかったのですが、古い釘だったこともあり、破傷風の危険があることから、数日入院することになりました。その病院からの帰り道に B が突然、ああ?と奇声を上げました。私が B に、どうしたのよ?と聞くと B は、青い屋根の家にカメラ忘れてきた。というのです。何でも、A を引き上げる際に、棚の上に置いて忘れてきてしまったそうなのです。その時すでに深夜2時を回っていましたが、時期的に肝試しに来る人が多く、B のカメラを持っていかれる可能性があるため、しぶしぶカメラを取りに戻ることにしました。青い屋根の家は先ほど来た時より、なぜかまがまがしい感じがしていましたが、私は B に、ダッシュで取ってこようぜ、と何度も念を押して取りに行きました。しかし、小走りで室内に入ったものの、異様な湿気というか、説明できない何かが、私たちに絡みつくような感じで、恐る恐る前に進むしかありませんでした。B のカメラのところまで、とても時間がかかったような気がしましたが、カメラを見つけて撮ってからは、もうダッシュで青い屋根の家を飛び出しました。私も B も汗だくで、ぜいぜい言うほど息が切れていました。あれだけ青い屋根の家に行きたいと言っていた B は、もう二度とここには来ないわ。と言って家に帰りました。すると家に着いてすぐに B から、俺たちがいなくなってからも、ビデオは回り続けてたんだ。だから今から見てみるわ。なんか映っていたらまた連絡します。と連絡が来ました。
私は猛烈な疲労感と眠気ですぐに寝てしまい、B に返事もしませんでした。次の日、私は電話で起こされました。電話の相手は A で、大きな声で、B と連絡が取れないんだけど、なんか知ってるか?と聞かれ、A に病院を出てからのことを説明し、私は、だからまだ寝てるんじゃないの?と答えました。すると A は、多分それはない。同じ学部のやつから連絡が来て、B の部屋の玄関が開きっぱなしになっているから、中を覗いたら部屋の中がめちゃめちゃで、B の姿はなかったらしいんだ。で、俺に連絡が来たわけ。というのです。B は学部寮に住んでいたので、部屋の異常さで養母が心配して探していて、A のところにも連絡が来たそうです。私と A は相談して、昨夜のことを正直に養母に話しました。するとすぐに B は見つかりました。見つかった場所は青い屋根の家でした。B は青い屋根の家の中で、ブツブツ何かを唱えるように座っていたそうです。その後、私と A は警察と大学に、簡単な事情聴取をされましたが、何事も正直に答え、ボランティア活動を行うことを条件に、お咎めなしになりました。しかし、あの日以来、B は今現在も精神病院に入院したままです。そして B は私に、ビデオを見る、といった記憶も残っていませんでした。私と A の中では、そのビデオに何かが映っていて、B の精神をおかしくしたのだと思っています。ちなみにですが、A の電話で起こされ、事情聴取などで携帯電話を確認できずにいました。B が見つかってから2日後に、携帯電話を見たら B から連絡が来ていました。それも動画フォルダー付きで、もちろん動画は見ていません。とても気にはなりますが。僕の女友達の実話だ。3年ほど前、彼女から相談を受けたことがある。新築賃貸の物件があり、子供と2人で住むことになった。そこに住むのが大丈夫かどうか、ということだった。僕が霊感あるから、何か悪いイメージあれば聞きたいとのことだが、その時はその家に何も感じなかったし、彼女にとってはいい雰囲気なので、大丈夫だよと答えていた。ただ、お墓の隣の家だった。彼女は DV の夫から逃れるため、急いで物件を探していたから、その家から見えるベランダの景色が、お墓だらけだということに抵抗がなかった。子供は幽霊が見えるタイプで、前の家でもしょっちゅう、父親の体の上に女が立っていると話していた。その女の霊は、妻のそばにも立ち、じっと睨みつけていたという。その頃特に DV がひどくなり、警察に相談するほどになった。夫も常に狂ったように、出て行け、と暴言を繰り返すので、やむなく離婚前提で、別居することになった。別居が決まると夫はおとなしくなり、彼女は早々に物件を探し、出て行く時はお互いに挨拶すらしなかったという。そんなこともあり、今度の家は幽霊が出るところか、住んで大丈夫か、子供に聞いたら、ここはお寺の人がよく供養してるから、幽霊はいない、いても悪いのはいないから、大丈夫だ。と答え、物件の2階に住むことになった。住んでみると南向きのいい家で、とても住みやすく、子供も安心して住んでいるように見えた。何より、夫の DV がないので、お金はないけど快適に暮らしていた。数日して、前の家の粗大ゴミのことで連絡があり、ゴミ置き場に行くと、夫が若い女と家から出てきたところに遭遇した。今まで見たこともない女だった。妻に気づくと夫は逃げ、女も逃走したので、女の方を追いかけて事情を聞くと、夫の会社の後輩で、明らかに前から夫と不倫している様子だった。奥さん、別居したと聞いてますけど?と平然と言う。別居した後は、離婚してなくても不倫にならないのだ、ということを悪用していた。妻である彼女は精一杯、その女に怒りをぶちまけた。あんたにも慰謝料請求しますからね。と、女はうすら笑い浮かべながらも、目をキョロつかせ、声が震えていた。夫がプレゼントしたであろう、夫が好きなブランドのバッグを、必死で握りしめていた。何を言ってるのかわかんないです。別に結婚する相手もいるし、呼ばれたから来てるだけ。遊びなら、独身同士でやりなさいよ。全身黒のファッションで、おかっぱ頭の痩せた不倫相手は、妻の勢いにたじろいでいた。顔も印象に残らないくらいのブスに、夫を寝取られていたのだ。彼女は妻としてのプライドをかけてこう言う。あんたみたいなのがいるから、家が崩壊すんのよ。人の夫を垂らし込んで、若いうちはそれが楽しいだろうけど、いつか恨みでこ、されるよ。それまで、DV も自分のせいだと責めていた妻は、そこで全て理解した。夫はこの女を家に入れるために、再婚するために私たちを追い出したのだ。悔しさと悲しみで爆発しそうになりながら、新しい家に戻ると、子供が出迎えてこう言った。前の家にいた、あの女の幽霊がついてきてるよ。彼女はよっとした。子供にどんな霊か聞くと、
全身黒で頭はおかっぱ。顔はよく見えない。でも大丈夫、この人多分いなくなるよ。まさしく、あの不倫相手のことだ。あれはきっと生きようだったんだ、と、ぞっとして聞いていた。体に塩を巻きながら。なんで、いなくなるってわかるの？と聞くと。この家は浄化してくれるから。と笑顔で答えた。その後、今日離婚で夫とは直接連絡もなく、淡々と弁護士同士で養育費や財産分与が決まり、終わった。それなりの財産を手にして、もう大嫌いな夫には二度と会わなかった。こっそり夫の会社に問い合わせてみたが、例の不倫相手は辞めたようだった。夫は結局、その女とは再婚できなかったようで、戸籍上は独身のままだった。いなくなる、というよりその女は単に、家庭持ち男をその気にさせるのが趣味で、責任を取るつもりなどないのだ。数ヶ月した頃、お墓のお寺でボランティアをするうち、住職家族とも仲良くなり、この家にも結界を張ってますよ。と教えてくれ、子供がいる浄化の意味がわかった。役を落としてくださってるのだと感謝していた。彼女には新しい仕事が舞い込み、素敵な彼氏もできた。しかし、数年経つと彼女は気づいた。彼氏は何人も変わり、男友達も家に遊びに来たけど、みんな大怪我や病気やうつ病などになり、縁が薄くなってしまうことを。また、仕事も何度も転職しなければならないことが多く、いいことが長続きしないのだ。住んで3年目に、成人した子供に聞いてみた。この家で本当に、幽霊やたたりみたいなことが起きてないか、本当に浄化されているのか、子供はこう答えた。何度か、この家に人の気配がしたし、ベランダに立つ男の霊は見たよ。それが誰なのかわからないけど、お墓に入る人だと思うから気にしない。人の気配というところで、彼女は子供がいない隙に呼んだ、彼氏のことを思い出して少し冷や汗をかいた。そうなんだ、悪霊とか生き霊とか、変なのがいないならいいんだけど、吉凶混合なことが多い気がしてね。すると子供は笑顔で答えた。でも、ママはこの家に愛されてるから、ママが引っ越そうとするようなことがあると、家が邪魔してくるんだよ。それと人間関係もそうじゃない？私も今まで彼氏連れてきたことあるけど、みんな別れちゃって、今の彼氏は家に入れないことにしてる。別れたくないから。でも、私はそこまでこの家に愛されてないから、お嫁にも行っちゃうし、ママはこのまま住むか、早いうちに新居を近くに探すことになると思うよ。ここに引っ越す時も、ママはこの家に引っ張られてきてたじゃない。ここに住む運命だったんだよ。まさか、離婚はここに呼ばれるために起きたのだろうか。それより、自分と同じで、家族がいない隙に彼氏を連れ込んでいたのかと、ショックだったが、それは深追いせずに、彼女は困惑して聞いた。家に愛されてるって何？どういうこと？子供は笑顔で答えた。知ってる？この家の土地、元はお墓の霊を止める砦で、そこには巫女を生きながら埋めたって。答えようとすると、呼び鈴が鳴った。警察だった。すみません、お隣の家の一人暮らしのご老人が、ご自宅で亡くなられているのが見つかりまして、何か事情をご存知であれば、教えてください。彼女は思い当たる節はないが、その隣並びの家は店をやっていたから、買い物したことはある。その老人も店主だったから顔は知っていた。子供が笑いながら答えた。今回の生贄はお隣さんだったね。彼女はよっとして聞いた。生贄ってどういう意味？ママが楽しく生きていくための生贄。そのおじさん、ママは知らないだろうけど、ママいない時にさ、時々うちを覗きに来てたから、この家に消されたんじゃない？悪さする人間だから、他にうちに来てたおじさんたちも、消えたしね。笑いながら答えた子供の顔を見た。よく見たら笑っていなかった。全身黒のコーデに有効のボブカットの子供は、さっそうとバイトに出かけた。という話だ。その後、子供は就職で一人暮らしが決まり、彼女はその家に一人住まいでいる。僕も来てくれと何度か頼まれたが、コロナ禍やいろんな理由でキャンセルになり、行けていない。いや、僕を立ち入らせないように、あの家がそうさせていると僕は感じている。行けば、僕が、この家から出ろ、と、彼女に通告してしまうだろうから。そうなると僕も危なくなる。多分、彼女が霊たちの封印となる、巫女の生まれ変わりだから。俺には芸能人のような名前のおばがいる。そうだな、例えるなら、タカ、レイコ、がしっくりくるか。ここではイカ、おばをタカ、レイコと称し、彼女にまつわる話を二つほど紹介したい。はじめに、タカ、レイコはスナックのままである。地元に根付いて早25年、若くして店を持ったものの、最近はコロナ禍で一時は廃業することも考えたが、今でも頑張って営業している。地元ではちょっとした有名人で、それはタカ、レイコがスナックを経営する傍ら、趣味で占いをやっていることに起因する。
ったか、玲子の占いはかなり当たると評判だが、気に入った人間しか占うことはない。彼女曰く。占いは怖いのよ。ピタリ当てたら恨まれたことがあるから。だそうだ。だからいくら評判が良くても、占いの店は開かないし、趣味以外で占うこともないという。さて、前置きはこれくらいにして本題に入ろうか。私も占ってちょうだいよ。知人の高子さんは、たか、玲子にそうお願いをしてきた。普段は常連客の男性と二人で来ることが多いのだが、この日は珍しく一人。話を聞けば、占い目当てで来店していたそうだ。最初は断っていたものの、お酒も入った高子さんはなかなか引き下がらない。他の客も引けて高子さん一人になったこともあり、占うことにした。たか、玲子は水晶を主に使用する。タロットやら色々と使用するが、一番、見える、のは水晶らしい。水晶を通してその人の未来が見えるとか、それって霊視とかそういうのじゃないの？それに近いかもね。俺の質問にたか、玲子は答えた。水晶を通して高子さんを見る。ぼんやりと現状の高子さんが見えてきた。単刀直入に言うけど、よく一緒に来る男性とは、ズバリ不倫関係でしょ？あたり、ごめんなさいね。今のは占いでもなんでもなくて、商売上見るだけでなんとなく察しがつくのよ。それを踏まえて言うけど、あまりうまくいってないでしょ、高子さん。よくある話だけど、彼に奥さんとの別れを迫っているわね。原因はそれでしょ。でもね、彼は別れる気はさらさらないわよ。どうすればいいと思う？さっさと別れた方がいい。じゃないとあなた、この先とんでもないことに遭うわ。そうね、具体的に言うと車難の相が見える。交通事故に遭う可能性があるわ。そう。それじゃ肝に銘じておくわ。高子さんは立ち上がり。お釣りは結構よ。占い代として受け取ってちょうだい。1万円をカウンターに置き、そう言い残し店を後にした。それから1ヶ月ほどして、たか、玲子はスーパーに買い物に出かけた。カゴを手に商品を選んでいると、高子さんを見かけた。だが、声をかけようとしたところ、高子さんの様子がおかしい。やたらとあたりを見回していた。警戒しながら高子さんは商品をバッグに入れた。そしてそのまま店の出口へと急いだ高子さんの腕を、たか、玲子は掴んだ。高子さん。その一言に高子さんは驚いた表情を見せたが、すぐに全てを悟ったような表情を見せる。ね、やめよ。こんなことして捕まっても、彼があなたの、身元引き受け人なんてなることはないから。高子さんの目からボロボロと涙がこぼれた。ごめんなさい。高子さんはその掴んだ腕を振りほどき、店の外へと走り出した。ダメ。玲子が叫ぶと同時に、高子さんは目の前の道路で車にはねられた。即死だった。占った時にね、こういう結果が見えていたのよ。じゃ、スーパーに行ったのも。そ、高子さんを助けたかったの。あの常連客の男ね、結構あっちこっちに、女作っていたみたいだったからね。そういうくだらない男に引っかかって死ぬほど、馬鹿らしいことはないじゃない。でも、高子さんプライド高かったから、自分が引くなんて許せなかったのでしょうね。話だけ聞くと、おばさんが言ったせいで、事故に遭ったように思えるけど違うの？私が見えたのはお店の人に止められて、事務所に連れて行かれそうになった時に、逃げ出して引かれたところなの。結果は同じだったけどね。結局、高子さんが思いとどまるしか、助かる道はなかったのよ。それでその男は？高子さんのバッグから、遺書めいたものが出てきたそうよ。私もそこまでは見えなかったけどね。まあ、あそこで事故に遭わなくても、死ぬつもりだったんでしょうね、高子さん。彼に迷惑かけて、振り向いて欲しかったんでしょうけど、それが叶わないことは彼女は分かっていたはず。それで遺書みたいなものがきっかけで、男は家庭も会社も追われたって話よ。なかなか気前のいい客だったから、常連客を一人失って、ちょっと残念だったけど、あんたも女心はもてあそんじゃダメよ。女は怖いんだから、気をつけなさい。だか、玲子は、タバコの煙をふっと俺に吹きかけて笑っていた。俺の職場に木田という男がいた。木田は寡黙で目立たない奴で、職場ではほとんど喋らない。そんな奴とは、忘年会で隣になったことから話すようになった。お互い趣味がバイクということで、話のノリがあった。それからちょくちょく休みを合わせては、ツーリングに行くことが多くなった。泊まりがけで行くような仲にもなった。木田は言った。今まで友達らしい友達なんていなかったから、こういう遅れた青春めいたことができて、本当に嬉しいんだよ。そんな木田におばのたか、玲子のことを話した。ちょっとした変わり者だから、普段はあまり人にたか、玲子のことは言わない。木田に言ったのは、俺も木田を親友のように思っていたからだ。占いがよく当たるという話を聞いて、
木田綿か、玲子に興味を持った。会ってみたいというので、木田を高、玲子のスナックに連れて行ったとき、木田を気に入ったのか、高、玲子は自分から占いを申し出た。過去にまつわるもの、夢とかそういうものをよく見ない?高、玲子の一言に木田は驚いた表情でうなずいた。なんとなくだけど、同じ夢をよく見るでしょ?同じ?いや、少しずつ場面が変わったり、そんな感じじゃない?高、玲子の問いに木田は静かに口を開いた。その通りです。昔住んでいたところなんですけど、丘の上に公園があって、そこでよく遊んだんですけど、そこからだんだんと自分の家に向かっていくんです。毎日じゃないけど、夢を見るたびに家に近づいてくるんです。これって何かの暗示ですかね?木田の返しに、高、玲子はタバコをふかしながら考え込んだ。あまり良くない夢かもしれないっていうのは、なんとなくわかるのよね。もし見たくないなら、枕の位置を変えてごらんなさい。それで見なくなるかもしれないから。枕の位置で何か変わるのか?俺はそう思ったが、黙っていた。木田が帰った後、タカ、玲子は俺に言った。あの子、人に話せない過去があるわよ。タカ、玲子には何か見えているようだった。それから数ヶ月、何事もなく過ぎた。俺は仕事が忙しくて、タカ、玲子には会ってなかったし、木田の占いのことなんてすっかり忘れていた。けどそんな折、何かの拍子で木田と夢の話になったんだ。そういや、木田の夢ってどうなった?枕がどうとか言ってたよな、うちのおばがさ。あれ?今でも見てるよ。マジ?それでどうなった?実はさ、もうすぐ自分が昔住んでいた家に、たどり着きそうなんだよ。マジか、まだ続いていたのか。でもさ、この先を見ていいのかどうか、俺、すごく迷っているんだよ。何か見てはいけないものを見る予感があったのか、木田はうつむきながらそう答えた。それから半月も過ぎた頃に、木田が無断欠勤をした。俺が知る限り、木田は一度も仕事を休んだことがない。遅刻すらなかった奴が無断欠勤。これは何かあったのだろうと、俺は仕事帰りに木田の家に向かった。木田から聞いていた話では、叔父と一緒に住んでいるということだった。木田は小学生の頃に両親を亡くして以来、叔父が面倒を見てくれたそうだ。同居した頃は酒癖も悪く、賭け事で負けると、木田に当たることもあったらしい。しかしその叔父は、事故で両足が不自由になってからというもの。まるで人が変わったように、おとなしくなってしまったそうだ。木田の家は2階建ての古臭いアパート。そこの103号室に木田は住んでいると言っていた。しかしそこには木田もその叔父という人もいない。隣の部屋の住人に尋ねてみるが、ここ数日物音すらしないそうだ。悪いとは思ったが、ポストを見ると一通の封筒があった。それは俺宛ての封筒。しかしなぜか、俺はその場で封筒の中身を見る勇気が出なかった。こういう時に頼れるのがおばのタカ、レイコだ。俺はバイクを飛ばし、タカ、レイコの店に向かった。店に入るや否や、俺の顔を見た途端に。やっぱり来た。とつぶやいた。俺がことの説明をしようとすると。木田くんのことでしょ。彼、もうこの辺りにいないと思うわよ。タカ、レイコは何かを察していた。俺宛ての封筒があったんだけどさ。封筒に3枚の便箋が入っていた。1枚目にはお礼の感謝の言葉が綴られていた。両親を失った後、親戚をたらい回しにされたこと。学校にもろくに行けず、友達なんてできたことがなかったこと。叔父が面倒見てくれたが、最初は辛いことばかりだったことなどが、書かれていた。彼、本当に苦労したのね。手紙に目もくれず、タバコをふかしながらたか、玲子はつぶやいた。2枚目に行くと、両親が亡くなった原因が書かれていた。両親は誰かに子、されたこと。そして家に火を放たれ、全焼したことが冒頭に綴られていた。警察の調べでは、強盗さ、人による放火だったことが分かっている。しかし、今現在も犯人は捕まっていないという。彼が夢でたどり着いた先はね、真実なのよ。俺が手紙をすべて読む前に、タカ、レイコが妙な言い回しをしてきた。ネタバレをされたような気分になり、少々イラッとしたものの、それがピタリと当たるから、反論のしようもない。そう、そこにはすべて書かれていた。玄関のドアを開けると、かつての日常がそこにはあった。玄関を進むと、優しい父と母がリビングに立っていた。懐かしさを噛みしめる間もなく、そこに目出し帽をかぶり、包丁を持った強盗犯が入ってきた。犯人と父が激しく揉み合う中で、父が包丁で刺された。何度も何度も、馬乗りになって動かなくなるまで刺された。そして母も背中を一突きされた後、首を絞められ殺された。犯人は部屋を回り物色する。金目のものを持っていたバッグに入れると、ガス台に向かった。コンロに火をつけると、新聞や洋服に次々と火をつけ部屋に放った。
燃え盛る炎と父と母の遺体の横で、犯人は目出し帽を取った。俺は夢の中で犯人の顔を見た。それは、木田くんのおじさんでしょ、そこに書かれているの。その一言に俺は戦慄した。なんで、わかるんだよ、おばさん。実はね、気になって何度か彼を占ってみた。彼には、人に話せない過去があるって言ったでしょ？それが気になってね。何度か占っていくと、彼が幼少の頃に両親を亡くしたのが見えた。でもその時はさすがに、犯人が誰かなんてわからない。それからも悪いとは思いつつも、興味本位で何度も占った。そして最後に、車椅子の男性を連れてどこかにいるのが見えた。ここら辺じゃない、どこか遠く。あんたから聞いていた話で、彼のおじさんの足が不自由だと知っていたからね。なんとなくわかったのよ。3枚目にはこう綴られていた。おじに夢の話を問いただすと、驚くほどすぐにおじは罪を認め告白を始めた。金に困って両親を殺したこと、家に火をつけたこと、残された俺を面倒見ていたのは、いずれ入る保険金があったからだったと。しかし、金を手にする前に、おじは事故で自由を失ってしまった。今は本当に申し訳なく思っているとおじは言った。だから俺に殺されてもいいと思っていると、俺はおじを殺すつもりでいた。あんな残忍な方法で両親を奪ったんだ。復讐しかないと思っていた。それでも一人になった俺を面倒見てくれたのは、おじである事実は変わらない。引き取ってもらったばかりの頃は、暴力を振るわれたこともある。でも事故で車椅子になってからは、人が変わったように俺を可愛がってくれた。それが罪滅ぼしの気持ちだったとか、そういうのでも構わない。たった一人の肉親なんだ。たった一人の肉親なんだよ。だから俺はどうすればいいかわからない。本当にどうすればいいかわからないんだ。その手紙を読み切った時、俺は涙を流していた。なあ、おばさん。今頃、木田は何をしているんだろう？おばさん、わかるんじゃないのか。わからないわよ。だって見てないから。もう見ようとも思わない。俺に背を向けたまま、開店の準備をする。木田くん、あんたに感謝していると思うわよ。あんたが生涯でたった一人の、友達だったんだろうから。木田くんとの思い出大事にしなさいよ。たまには思い出してあげなさい。あれから10年、たまに木田のことを思い出す。私の実家の近くには立派な神社があります。神主さんや巫女さんが常駐されていて、祭りの日には宝山の提灯がたくさん並ぶような、格式高いところです。鎮守の森も大変大きく、子供の頃はよくその森を遊び場にしていました。時々神主さんが見に来られましたが、懐が深い方だったので、温かく見守ってくださっていました。そんな神主さんは時々、一つだけ注意をされていました。厄写しの岩に触ってはいけないよ。厄写しの岩というのは、鎮守の森にある、文字通り厄を写すための岩です。厄払いや厄落としはよく聞きますが、厄写しは珍しいかもしれません。やり方は簡単で、神社からいただいた木の板で全身を軽く叩いて厄を写し、木の板を厄写しの岩に投げて当たったら完了です。当たらなければまた木の板をいただいて、当たるまで繰り返します。岩は木の板から厄を吸い取るらしく、厄払いや厄落としと同じ効果があるそうです。岩には触れてはいけないので、人が岩に近づけないように塀で囲まれていました。よく遊びに行くのでたまに見かけたのですが、巫女さんが木の板を回収するときも、塀の外から熊手を使われていました。ある日のこと、私たちはいつも通り森で鬼ごっこをしていました。その時は私が鬼で、運動神経が良かった私は、同じように運動神経がいい友人の A を、全力で追いかけていました。木の周りをぐるぐる回ったり、高いところから飛び降りたり、激しい追いかけっこをしていたと思います。しばらく追いかけていると、A が唐突に塀を乗り越え、厄落としの岩によじ登ったのです。私は驚いて A に言いました。岩に登ったらダメなんだよ。しかし A は得意げに鼻を鳴らしこう言います。岩が怖いのか？追いかけてこないなら俺の勝ちだぜ。しばらく葛藤しましたが、神主さんの言葉を無視できず私は降参しました。その後は何事もなく夕方まで遊び、私たちは解散しました。次の日の学校に A は来ませんでした。登校中、トラックに跳ねられたそうです。幸い命は助かりましたが、下半身が動かなくなり、車椅子を使わないといけなくなりました。その時から活発だった A は別人のように暗くなり、次の年に崖から転落して亡くなりました。A に起きたことが厄写しの岩に登ったせいなのか、私にはわかりません。でもあの日以来、私はあの神社に行けずにいます。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。